山ぶどうは、ぶどう科の鶴性落葉低牧樹である。果実を生殖あるいは果実種にしていたが、近年、ワイン、ジャム、ジュースの原料として活用する動きがある。従来、野山で自生しているものを収穫することから、補助で栽培することを始める地域が見られ始めた。日本語古語では、エビカズラといい、日本の伝統食で、山ぶどうの果実のような赤紫色をエビ色と、 呼ぶのはこれに由来している。鶴瀬の低木落葉樹である。下側褐色で、若い枝や葉に吐く毛がある。鶴は、葉に耐性する、巻き髭で、他の植物等に巻きつき、高く登る。葉は10から30センチメートルほどの大きさで合成し、塚元に、くぼみのある五角形さまで裏面に、茶褐色の毛が生える。秋には、紅葉する。初夏に開花し、 花は葉に耐性する花柄に、黄緑色の小花が多数着花する。額は、輪形で、壁の指おしべは5つ、めしべは1つからなる。子有一種で、めしべは健全であるが、発芽能力のない花粉しか持たないおしべを有する。目花しか咲かない芽株と発芽能力のある花粉を持つ、おしべは、有するが、めしべの中等及び花中が退化しているため、受粉。 受精ができない尾花しか咲かないオカブに分かれる。果実はメカブの実に着生し、オカブは花粉提供の実である。マスカットなどの栽培品種と違って、一樹だけでは果実がならない。そのため、メギとオギを混植する必要がある。メバナの花粉は空虚花粉ではなく、細胞質が詰まっており核も存在するが、発芽口がないために花粉発芽ができない。そのため、 放火昆虫は、目花の蜜のみではなく、花粉を食べるために放火する。また、尾花の耐火した脂肪内には、肺腫が存在し、開花の2週間前くらいに、植物ホルモン処理をすると、耐火雫が発達して両前花になり、自家受粉して種子が得られることが知られている。果実は、休憩で秋に熟し国主食になる。甘酸っぱく、生殖できる。品質は、 安定しないが、日本の在来種として見直す動きがある。変種に、葉の里面が、無毛に近い竹島山ブドウビティスコにバリエーション、グラブロシェンズがある。霊領地に自生する野生種で、サハリン島、南千島、日本列島、および、うつ島に分布する。日本では近年、ワインの原料としても注目されており、多種との交雑など、品種改良の動きも見られる。 また、韓国の全羅北道では製品化されている。生食のほかジャム、ジュース、シロップ漬けなどに利用される。また、身を乾燥させ、ドライフルーツとしても食される。また、一部地域では新芽を山菜としても用いる。近年、山葡萄を原料として、ワインを醸造、販売する地域が出てきた。北海道十勝地,地域の池田町では、1963年、 果実種試験醸造免許を取得し、翌年、山ぶどうを原料とした、トカチアイヌ産ぶどう酒を、醸造第4回国際ワインコンペティションにて銀賞が授与された。これをきっかけに、山形県、岩手県、岡山県など、日本各地でも山ぶどうによるワイン醸造が始まった。栽培化にあたり、系統選抜や栽培種などとの交配による品種改良も見られる。 例えば、山形県では大きな過剖をつけ、劣化も少なく病気も強い y、Y0、Y1、Y2 系統が選別された。また、岩手県では、両見紫1号などが選別され、品種登録もなされた。山梨大学では、ワイン用品種である、カベルネソービニオンと交配した、山ソービニオンを育成、栽培されている。岡山大学大学院の研究グループの マウス実験で山ぶどうの果汁には皮膚癌の発症を抑制する効果があることが確認されている。山ぶどうは一般的なぶどうと比較してリンゴ酸が5.5倍、ビタミン B6 が3倍、鉄分が5倍、カルシウムが4倍、そしてポリフェノールが3倍も含まれている。特に山ぶどう果実の種子や皮に有効成分であるポリフェノールが多く含まれ、その機能性には 天然の抗酸化成分が多く含まれており、糖尿病などの病気や、老化の予防に、大いに期待されている。主成分であるプロアントシアニジン、レズベラトロール、アントシアニン、カテキンなどの豊富なポリフェノールが大量に含まれており、この、山葡萄果実削除カスから、熱水抽出したエキスには、エイチス生成阻害作用が報告されている。糖尿病を誘発させたラットに、 山ぶどうポリフェノールを配合した餌を1ヶ月間食べさせた実験では肝臓中酸 DGHS の生成抑制が確認されている。なお、日本の酒税法では山ぶどうはぶどうとみなされる。このため山ぶどうをリキュール及び果実酒に使用すると酒税法違反となる。山ぶどうの樹皮は日本ではカゴをはじめとする収納用品などの材料として 古くから利用されてきた。ゴムのように粘性の高い強靭な繊維からなる日本産の山ぶどうの樹皮は、それだけに癖の強い性質でもあり、加工しないままでは極めて使いづらいため、なめし加工を施すことで利用可能な状態にする。北海道のアイヌは山ぶどうの樹皮で、ストカケと呼ばれるわらじを編んで履いていた。儀礼用の冠、サパンペも、 山ぶどうの樹皮を芯にして作る。現代では、カゴバッグの最も一般的に使われる材料であり、製品は、山ぶどうカゴバッグ、山ぶどうカゴなどと呼ばれて市販されている。樹皮のところどころに、自然のままに残る皮目を、あえて加工せずに野あふれるデザインとして活かす場合も、ある。長野県北部には、山ぶどうを使った伝統の民間療法が残っている。茎を潰して、 虫刺され時に塗る。葉は噛んで鉢刺されに塗り、果実は貧血に良いという。ありがとうございます。